どうだ、アバロンサーバーに仕込んだマルウェアは何か情報を拾ったか？全然ダメ。決定的な情報は流れてこないわ。デジタルウェーブに関係するデータはかなり頻繁にやり取りされてるみたいだけど。デジタルウェーブ？ああ、それを使って大規模なプロジェクトが進行中らしい。スエドーって研究者が中心になってかなり本格的に調べてるみたいだな。詳細データはかなり奥深くに潜らないと無理だ。あとは気長に待つしかないわ。そうか。忙しいのか、仕事？ここのところあちこちでネットワークシステムの不具合が頻発してる。調べてみても原因がわからない。バグでもなければハッキングでもない。ひょっとするとそれもデジタルウェーブ異常ってやつの影響かもな。そういや、秋葉原でも例の怪現象が起こったって？なんか東京全体が変な感じだよな。いつも以上にどんよりしてるっつーか、ざわざわしてるっつーか。この世の終わりでも来るのかね。リケアンアン、好久不见。俺だ。ああ、わかった。ザクソンか？ああ、これからデモンズに仕掛けるそうだ。余計な手立ちはするな、だと。すべて自分たちの手で型をつけるそうだ。DK 明年有打算買巨人2吗？あらら、ヤッコさん本気だね。地味犬も災難だこと。あいつはどうした？さあ、今日はまだ見てないぜ。エリカ、あいつを見たか？さあ、有考虑，觉得这系列还会继续，我也觉得他会继续出。あいつはどこだ？何をやっている？我看到就是巨人二里面有，这次有附那个沙夏回到他老家那一段，我就非常的心痒痒。剧情不会多太多，我是觉得只要有沙夏回到他老家那一段我就满足了，我没有什么太大的要求，我是个非常容易满足的人。RYOUNN 巨人三哦，欸，那这样巨人三会等更久欸。沙夏超棒的。緊張してるの？哎呦，虫虫兽怎么在这里？なんでいるって。これから謎のハッカー K に会いに行くんでしょ？エリカが心配だからついていけって。一人で行く約束？でもエリカが一人と一匹なら大丈夫って言ってたよ。行かない方がいいと思うな。私、無償で何かしてくるなんて気持ち悪いってエリカも考えてたよ。絶対何か裏があるって。あれ、ユージが来たよ。エリカに聞いたぞ。これ以上 K に関わる奴の狙いが何である？デモンズはザクソンに潰される。放っておけ。毛が生え揃ったばかりのガキがカッコつけてんじゃねえ。崩壞也很讚。
お前に何かあったら俺たちが迷惑するだろうが。行くなら二人でだ。結局人間も二人になっちゃったね。心配するな、俺は姿を隠してついていく。お前もそいつの端末の中に入ってろ。はい。いいか、深追いはするなよ。面具操纵者。ジニー剣のことさ。力で観客を集めて偽りの賛美に酔っている。そうだ、私が剣だ。会えて嬉しいよ。いきなり本題かい。会話を楽しむ余裕は今の君にはないようだ。你不觉得可笑吗？你身上的衣服。私の目的か。それを話す前に一つ問いたい。君はあの男をどう思う？奴を見てみろ。エデンでの奴はステージ上で輝くロックスターだが、現実世界の奴は臆病で器用な一人の男に過ぎない。果たしてどちらのやつが本物だと思う？仮想世界での出来事はリアルではない、まがいものだと人は言う。だが今や人はほとんどの時間をこのエデンで過ごす。エデンで生きたい情報が生活の大半を占めている。それならこの仮想世界での姿の方が人々にとってのリアルなのではないのか。理想の姿を手に入れようとする行為は間違いだろうか。やっていることがどれだけ滑稽であれ、エデンで手に入れた力は現実にも影響を及ぼすのだ。あのピエロはそのいい例だ。少々詰めが甘い。ザクソン以外にもジニー・ケンを狙うハッカーがいたようだ。奴は自分の手足に操り糸が巻きついていることに気がついていない。道化師はそろそろ退場の時間だ。いや、奴はくぐつさ。デモンズの真のトップは私だよ。他就是 Nokia。 彼はいい看板だったのでね。表舞台の仕事は彼に任せていたんだ。だがこれからは違う。これからは私がデモンズ、全てのハッカーを率いていく。今エデンのハッカーたちは混迷している。其实他叫诺奇亚，只是觉得念 Nokia 比较顺而已。あまたの正義、あまたの価値観の中で何を選べばいいのか分からなくなっている。バカな大人が安易に振りまく情報に流され踊らされている。私がそんなハッカーたちを導いてみせる。デモンズを掌握し
ザクソンを屈服させ、エデンに存在する全てのチームを統合し、ハッカーの頂点に立つ。私の正体を問うため、その言葉そっくりそのまま君に返そう。君は一体誰だ？君は本当に君か？一度も疑問に思ったことはないのか？借り物のアバターで、借り物のアカウントでデータ化され改ざんが可能になったこの仮想世界で、どうして自分が自分だと確信できる？現実世界でさえ水槽の中の脳である可能性がある私たちの意識は、エデンのシステムの普及によってより曖昧なものになってしまった。大勢が何の疑問もなく行っている記憶のデータ化は、実は人の意識の根幹を揺るがす可能性すらあるのだ。よく考えてみたまえ、エデンで君は本当に君であり得ているのか？エデンでこうあろうとしている姿と現実の姿、どちらが真に自分なのかと。そいつのヨタ話に耳を貸すんじゃねえ。リュウジ、出てきちゃダメだって。ごめん、私も出てきちゃった。黙って聞いてりゃグダグダと。そいつのメンツのために様子を見ていようと思ったが、ここいらが我慢の限界だ。煙に巻いた言い回しばかりしているが、要はデモンズの黒幕がてめえだったってだけの話だろ。悪事を別のやつに押し付けておいて自分がハッカーを導く？聞いて呆れるな。こいつを付け狙う理由は何だ？悪事をしてもらう。彼が心配でわざわざついてきたんだ。ご立派なリーダーじゃないか。だが君は私に説教なんてできる身分なのか？さて、話はここまでだ。約束を保えて邪魔者を連れてきた報いは受けてもらおうか。自分が一体何者か、よく考えておくことだ。気が向いたらまた犯人の情報を送ろう。君が真実へと近づく早口になるはずだからね。追うのは後だ。来るぞ。对啊，打主线经验值会比较多，加上因为修女兽有带修女兽战斗经验值会再多一些些。その目はひょっとしてまた私が戦闘に参加しなかったことを責めてる？言ったでしょ、サポートしかできないって。それにあんな大きなデジモンとバトルをすることを考えるだけで膝が震えちゃうだもん。你的膝盖在哪里呀、妙なことをする野郎だ。気づかなかったか、あいつがしていたことに。やつはコマンドなしでデジモンを動かしていた。うん、デジモンでのバトルはハッカーが同じエリアからデジモンに命令して戦わせるもの。それなのにあいつはこの場にいないのにデジモンに命令していた。 K はそこらにいるハッカーとは違う。リュウジが言いたいのはそういうことでしょ。バトルはともかく理解力はこいつのが上だな。そうでしょそうでしょ。これで分かったな。これ以上奴には関わるな。奴の正体が何者か知らないが、得体が知れない。深入りは危険だ。それに
くわ。だあ！ロッケンロール。あっちも終わったようだな。帰るぞ。お兄ちゃんにバラしちゃってごめん。言うつもりはなかったんだけど、昔から隠し事をしてもすぐ見抜かれちゃうの。不会说谎的艾丽卡。聞いてたよ、ケイトの会話。没消失啊，只是被踢回现实世界而已。ワームモンと通信つないで。全部見てた。まさかとは思うけど、あいつの言ったこと気にしてるわけじゃないよね。君が君じゃないかもって話。あんなの君を混乱させるために言っていただけだよ。正真正銘、君は君でしょ。そんなのこっちと向こうの両方で会えば分かることだもん。何より精神データはエデンの最も重要な構成要素であり個人財産だよ。不正にアクセスされないように最高難易度のセキュリティが設定されてるんだから。人の精神データにアクセスすることはお兄ちゃんレジェンド級のハッカーでさえできないことなんだよ。以前のアカウントの君とは会ったことがないから、その時点で別人に入れ替わっていたら私にだってわからないけど。別人じゃないよね。別人なの？騙した？壊れる？安心して、この間直した時パーツ強化したから。なんちゃって、お返し。好感度加100，快快攻顶了，快攻顶了，难得交一次可爱。帅哥应该是帅哥之类的吧？三个委托哦。爱的传教修女兽哦，这个星星太多，好想接，好怕，留到最后好了。先来看看飞想要干什么。我想带艾丽卡，可是艾丽卡只有虫虫兽，哎，好难抉择哦。这个，这个嘛，哦，很难抉择哎。我想带艾丽卡，可是艾丽卡只有虫虫兽。可是其他人好像又有点对不起艾丽卡。怎么办？优子的数码兽。我已经忘了优子的数码兽是什么了。没事大腿，可是我不想辜负艾丽卡。艾丽卡加菲可以带两位吗？就只带一位哦。
双飞。好，那先选一个艾丽卡。冲啊！害羞了，艾丽卡在傲娇，怎么会跟我没有关系呢？谢谢艾丽卡，艾丽卡不可以给你，艾丽卡也是我的。再带个伙伴吗？我想要再跟艾丽卡一起去。我想再跟艾丽卡一起去，她不理我。
甲虫决斗场。这肚子饿的音效真奇妙。好，剩下最难的《爱的传教》。哇，这看起来好难哦，四颗星耶！想要干什么啊？漆黑与雪白的数码宝贝健身房，现在现正征求助手。想在强悍的女孩底下工作的你，想不想来我们身边工作啊？想，我去。才没有很兴奋嘞。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。見ていてください。
シスタモン姉妹のトレーニングジム開校中よ。今ならなんとジム開校記念特典、私たちシスタモン姉妹からの愛の鉄拳大サービス中。愛的鉄拳、私たちの拳受けてみなさい。来吧，受けてみてください。来吧。あんた、さてはトレーニングに興味があるのね。殴ってくださいって顔してるもの。それにあんた、デジモン持ってるじゃない。快走我、快走我。どう？私たちのトレーニングジムでその子たちを鍛えていかない？今なら開校記念特典、愛の拳も威力倍増でつけちゃうわよ。太陽威力加倍、感觉好痛哦。募集で来てくれた人ね。確か便利屋のフーディエだったかしら。デジモンの依頼なんて誰も受けてくれないと思ってたけど、ダメ元でやってみるもんね、ブラウン。そうですね、お姉ちゃん。あの、依頼受けてくれてありがとうございます。あ、不用客气。私はシスタモンノワール、こっちが妹のシスタモンブランよ。私たち姉妹はデジタルワールドじゃちょっとした有名デジモンなんだから、手伝いができることを光栄に思いなさい。不用客气、谢谢你们、谢谢你们。姉さんってば、まずはちゃんと依頼の説明をしないと。便利屋さん、何のことかわからなくて困ってますよ。おっと、そうだったわね。私たちがこの世界に来たのはつい最近のことなの。最強を目指すデジモン、ガンクーモン師匠とその弟子のハックマン、二人と一緒にデジタルワールドで武者修行の旅をしていたんだけど、はぐれて道に迷っちゃったのよね。はい。それで気がついたら私たちだけがこっちの世界に来てしまって。二人とも今頃どうしているでしょうか。ハックマン、ちゃんと修行してればいいんですけど。大丈夫、大丈夫よ、ブラ。心配しなくてもそのうち会えるわ。ただの勘だけど。とにかくそんなわけで、元の世界に戻る方法がないか探し回ってるの。でもただ探すのってとっても暇だし、お金もないし退屈だし、なんかむしゃくしゃするのよね。姉さんってば、暇も退屈も同じですよ。有啊，有师父跟弟子。那也是数码宝贝啦，就是顽固兽跟另外一只吧，有点忘记了。师父跟弟子的故事在另外一条网路侦探线有提到。そこでこのエデンにもデジモンがいるみたいだから、トレーニングジムを開こうって思いついたってわけね、ブラン。はい。弱いデジモンたちが力を得るために特訓する場所なんですよ。今からここに記念すべき初受講者がやってくるわ。でもそこで一つ問題があるのよね。私たち実力には自信があるんだけど、いかんせん見た目が可愛すぎるでしょ。哇，居然说自己可爱。あ、自分で言うなって顔してます。あ、被看出来了、好害羞。この可愛い見た目のせいで、ようやく捕まえたお客さんに舐められてしまうかもしれないじゃない。そこであんたたち便利屋に怖そうなデジタ役を引き受けてもらおうと思って、こうして依頼したってわけ。名付けて、いかつい手下を従えて受講者に強そうな印象を与えてやろう大作戦。わー、そのまんまです。なんだけど、あ、
あんたの外見いまいち迫力に欠けるわね。好可憐、被取消。エデンの腕利きの便利屋だって聞いた頃、もっといかつい大男が出てくるかと思ったのに。そうですね、どっちかというと平凡の、いわゆるモブ顔。好可憐。看看你，连数码兽都在笑你。もう、その顔じゃ受講者に強そうな印象を与えられないじゃない。今すぐその外見どうにかしてきなさい。メイさん、むちゃくちゃです。でもそうですね、何かもう少しだけでも怖そうに見える外見にできないでしょうか。这个え、本当？ちょっと見せてみなさいよ。おお、いいわね。いかにも敵っぽいというか、雑魚っぽいというか、あふれんばかりの小物感がするわ。今にも無敵モードになって蹴散らしてやりたいって感じ。すいません、あれが素直で。でもそれをつけていただければ十分手下役をお願いできそうです。この依頼よろしくお願いしますね。受講者さんが来ちゃったわ。ささ、準備よ。早く位置について。モキア、ここがトレーニングジムってところなの？そうそう。なんでもすっごい有名なジムトレーナーがいるんだって。開校記念で特典もつくらしいよ。何がもらえるんだろうね。楽しみだね。アグモン、ガブモン。これ、食べ物がいいな。マグマ、マグマ。もう、二人とも食いしん坊さんなんだから。ここにはトレーニングに来たんだからね。またハッカーが襲ってきて君たちを奪われたりしたら困るし、ここでめっちゃくちゃ強くなっておこうね。あ、ねえ、あれ見て。よく来たわね。待っていたわよ。誰？聞かれて名乗るもおこがましいが、生まれは彼方デジタルワールド。生まれた時から姉妹だけ、命からがら生き抜く二人。ある日出会った恩人は地震、雷、火事、親父、その名もとどろくガンクーモン。路頭に迷った二人の姉妹、師匠と慕ってついていく。いつしか姉妹も腕を上げ、その名は広く知れ渡る。シスタモン姉妹、ここに参上。当トレーニングジムへようこそ。ちなみにモキアさん、それとアグモンさん、ガブモンさん、私たちシスタモン姉妹とその手下が今日一日あんたたちを徹底的に鍛えてあげるわ。キャッキャッキャワウィ。道場の師範代ってデジモンだったんだ。デジモンってみんなアグモンやガブモンみたいなのかと思ってたけど、他にもいろんな子たちがいるんだね。でも可愛すぎてなんだかトレーニングって感じはしないな。やっぱりこの外見は罪深いわね。私たちがあんまりプリチーだからって舐めない方がいいわ。後ろには怖い手下だってついてるんだから。手下？あ、ああ、その仮面、ひょっとしてあんたデモンズ？デモンズって何？エデンにいる悪いハッカーチームだよ。そうそう、エデンで悪いこといっぱいしてるんだ。デモンズめ、こんなところでも悪巧み、許せん。え、え、
何を、どういうこと？不是吧，要跟 Nokia 打起来？不要啊，我不想，我不想打 Nokia。あら、開校直後に問題発生ですか？这个，我只是个面具收集家啦。Nokia， 不要打我。仮面。これ豚そうか。なんでそんなもん集めてるのかはよくわからないけど、世の中にはいろんな趣味の人がいるっていうもんね。ああ、好きなものがたくさんあるって楽しいもんね。見かけで人を判断しちゃダメだね、ノキア。ともかく君は大丈夫な人ってことね。誤解しちゃってごめんね、仮面の人。ごめんね。なんかよくわかんないけど、誤解が解けたってことでいいのかしら。ですね。これで安心してトレーニングを受けてもらいます。えい。ねえねえ、ここでトレーニングすれば本当に強くなれるの？はい、あなたたちがちゃんと最後までついてこられたらのお話ですけれど。私たちの特訓は厳しいわよ。覚悟はいいかしら？かわいい見た目だけどすごい気迫。でもここで逃げたらいつまでたっても弱いままだもんね。よろしくお願いします、師匠。私たちのことボッコボコのドッキドキに鍛え直しちゃってください。ください。その息や、よし始めるわよ。ウラン、それに手下準備はよろしいですね。それではお手並み拝見です。もう一度立ち上がりなさい。もう無理だよ。アゴもカバも、もうやめよう。特訓ならまた今度やればいいんだもん。そんな急に強くなれるわけないよ。どうやら弱さの原因はあなたにあるようですね、ノキアさん。え、私？その通りよ。あなた、愛が足りないわ。愛不够啊。あ、愛？あなた、自分はデジモンの後ろで応援するだけの存在だと思ってない？主役はあくまでデジモンで、自分は添え物だとでも思っているんじゃないかしら。でも私にできることなんて応援するかみんなをサポートすることくらいで。それが大きな間違いなのよ。私たちは周囲の情報を取り込んで進化する生命体、デジタルモンスター。私たちにとって一番力となるもの、それは私たちを信じてくれるパートナーからの愛、愛なのよ。愛が力に？そばにいる人たちからの愛は何よりも私たちを強くする。私たちにとっては師匠のガンクーモンやハックモン、ガンクーモン様の海のように大きな愛や、ハックモンのひたむきな愛、それが私たちを何より強くしてくれた。だから今の私たちがある。そんな愛があなたにあるのかしら、シラミネ・ノキア。いきなり言われたってわかんないよ。愛って何？アグモンやガブモンのことは大好きだけど、それだけじゃダメなの？どうしたらそれを持つことができるの？さあね、それは自分で考えなさい。私たちはデジモン、
人間じゃないもの。そうですね。あなたはどう思いますか？同じ人間として。給与。与えること。わあ、私もそれって素敵だと思います。そっか、うん、わかった。みんなの言う通りだね。ハグモン、タブモン、ごめんね。間違っていたのは私だったみたい。ノギア、私の愛を受け取って。今の投げキッスが愛？うん、これが私なりの愛。正直なとこ、愛なんてどういうことかよくわかんないよ。けど仮面の人に言われて一つわかったのは、愛は行動で示せってこと。思うだけでもダメ、言葉にするだけでもダメ、愛はちゃんと伝えないと意味がないってことだよ。だから私はこの小さな一歩を行動で示す。それが私の愛。うん、私風に言えば、これが私のデジモンへのラブだ。ノキア、さあ元気出していこう。私たちの特訓はまだまだこれからだよ。何度負けたって、何度くじけたっていいよ。私はそばで君たちにラブを送り続けるから。ノキアが言ってることはいつも全然わかんないよ。でも我也想要愛。ノキアのラブあったかいね。我也想要温暖的愛。うん、心がふわっとするよ。僕、力が湧いてきたみたい。俺もだよ。今ならもっと強くなれる気がする。マグモン進化。グレイモン進化啦。ガブモン進化。ガレルモン。グレイモン、ガルルモン、な、なにこれ。これがデジタルモンスターの成長の証、進化よ。ノキアさんの愛、いえ、ラブが二人に伝わった証です。これがデジモンの進化。すごい、すごい、すごい。本当だ、進化できたんだ。これなら俺たちもう一度戦えるよ、ノキア。こんな愛の伝え方があるなんて、人間ってほんと不思議。でも悪くはないわね。次は私たちも本気で行くわよ、ブラン。はーい。それじゃああなたはノキアさんをサポートしてあげてくださいね。こっち側にいたってあんたついてこられないわよ。だってシスタモン姉妹も進化した。我吓到了，我吓到了。你们怎么进化了？これが長き修行の果てに私たちが編み出した強さの形。私たちが本気を出すのはここからですわ。
あなたたちは一体どんな強さを私たちに見せてくれるんでしょう。さあさあさあ、早く私に、このシスタモン姉妹にその姿を見せてくださいな。姿形だけじゃなく性格まで変わっちゃってるよ。起きやっしゃどうだ。あなたたちから感じる溢れんばかりの闘志は妹の本能を喜びに震わせている。もちろんこの私も。帰っちゃった、取っちゃった。さっきのは本気じゃなかったってわけ。うーん、怖い怖いけど、でも私たちだってさっきまでとは違うもん。仮面の人、力を貸してね。私のラブパワーが本物だって証、今こそ見せてやるんだから。いくよ二人とも、ラブパワー全力注入スタート。いいわ、その気迫相手にとって不足はなくてよ。覚醒したシスタモン姉妹の力、とくとご覧なさい。ここまでね。素晴らしい成長だわ、シラミのノキア、そしてグレイモンのガルルモン。ありがとう、私たちに花を持たせてくれたんだよね。さあどうかしら。強力な手下を貸してしまった慢心が敗因の一つになったのは間違いないでしょうけどね。厄介な手下を雇ってしまったわ。グレイモンにガルルモンか、立派になっちゃったね。嬉しいけどなんだかちょっと寂しいな。前の姿も大好きだったから。そう、ノキアがそう言うなら。あ、元の姿に。あの姿はエネルギーを使うからこっちの方が楽ちんだね。うん、それにノキアと遊ぶ時にあっちの姿は危ないしね。確かに、あんな姿で飛びつかれたら私のエロカワボディが粉砕しちゃうよ。ありがとう、アグモン、カブモン。こんなに簡単に元の姿に戻ることができるなんて、私たちでさえこの技を身につけるには相当な鍛錬が必要だったのに。あなたたちはいつかとても偉大なデジモンに進化するのかもしれないわね。そう、まるで私たちの師ガンクーモンのような。ねえ、そう思わない、ブラン？哎，为什么雪白怎么还在觉醒状态？ブラン？悔しい。ちょっとブラン？まさか？くや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 、悔しい！好会扭。私たちが負けるなんてありえないですわ。ブランちゃん、ブラン落ち着きなさい。今日のバトルはこの子たちに自信をつけさせるのが目的だって打ち合わせしたでしょ。分かってますけど、でも本気を出したのに負けるなんてやっぱり悔しくてたまらないですわ。ねえ、あなたたちもう一度勝負しましょう。不要啊，不要不要不要。この魂の高ぶり、一度や二度の戦いでは収まりがつきませんわ。不要啊。哦，你真的很会扭耶。うん、もう
ってば。いつもこうなんだから。いい勝負の後は興奮して戦闘本能を抑えきれなくなっちゃうのよね。安心しなさい、ブランは姉の私が責任持って食い止めるから。でも一人でどうやって。怎么我快你哦。妹の暴走を止めることができるのはただ一つよ。比不过啦，比不过。聞きなさい、ブラン。眼空門師匠直伝、親父の子守歌。老爸摇篮曲。ねんねんころりよ、おころりよ。この歌は。弟子は良い子だ、ねんねしな。修行の後には休むのだ。地震、雷、火事、親父。修行の後には酒飲んで。うわ、渋い。なんか妙に渋いよ、この歌。大叔的味道。何を、姉さん。寝ない子、相手にゃ。鉄拳戦結局殴った。あ、元の姿に戻ったよ。わあ、太神了、睡了耶、太神了。しかもすごく気持ちよさそうに眠ってる。すごいんだね、子守歌って。打晕带走，带到你房间。今のは子守歌がすごいっていうか、拳がすごいっていうか。安心してちょうだい、この子守歌には痛みを和らげる効果もあるの。優しい言葉、そして時には拳を交えて愛を伝える。これぞ私たち姉妹の、眼空門一門の愛の形よ。姉さんよくわかんないけど本当に姉妹仲良しなんだね。起こさないように、今のうちにそっと帰ろっか。アグモン、サブモン、ここ最高のトレーニングジムだったよ。今日はありがとう、ノワール師匠、ブラン師匠。それから仮面の人、ありがとう。ありがとう。最高ですって。これもあなたが彼女に力を貸してくれたおかげよ。平凡な顔のくせにやるじゃない。好可憐，又被 Q 打中脸。また機会があったら助っ人お願いするわ。まだまだ戦えます。やれやれ、この子ったら夢の中でも戦ってるわ。まったく世話の焼ける妹ね。上限提升啊，变成一般骇客了。
又要去找米雷了。哎呦，怎么冒出这两只？方法和战斗方法之类的哦，念知识家啦，怎么拐回家？天要教的是上线哦，我知道。谢谢修女姐妹跟我说，我现在就来用。怎么下一步就拐回你床上？的咖啡啊，我去，一日女友，这有，我没有想到你有这方面的嗜好。这是要村姑性转的意思吗？选我适合吗？哇哇哟哇，你这个哇，不是你就不行哇，这怎么好意思？
不用这么说。水族馆。还真的，哇，村姑要性转了。人家知道随时都可以开始哟。还记得啊哟。麻油，不可以在水族馆里奔跑哦哟。好像很满足呢。我知道，我知道，顽固兽很坦，有大概是艾莉卡最大的竞争对手。夜景很漂亮的哟。你有惧高症吗哟？ RYOU 安安。会忍不住做什么想干什么啊哟。牵手 这怎么好意思。等一下嘛，又等等。是你演男朋友，但又真的是女的，没错啊，应该是你的职责。
两个男生一起逛约会景点，可是这边为什么又会说是男的呢？人家把他认为大姐姐没有反应，可是现在这边又说是两个男生。官网说像女的，她的声线听起来是也是女的声音啊。这么可爱肯定是男孩子。这个地方最好，咖啡厅好了。好，来找艾莉卡，艾莉卡一定又不理我了。看看艾莉卡都这样，都不。成长期啊。Yeah.